はははいいこんにちでですす、はい、どうもハネンですアンハード、アンヒアード、アンハードハードです。ハード、えー、継続ありがとうございますということで、まあ見返しても思ったけど、とても実況には向いてないというか、<laughs> なんというか不思議なね、感じですけど、<laughs> はい、今回は警察署、爆破の警察署のところ誰が爆弾を持ってきたのか、ね、誰が起爆したのか、カラスは誰か。はい こちらをやっていきたいんですけど、もう先に言っときますよ。今回結構喋らないです。でも別に実況放棄したわけでもわけではないと。はいはいはい。そう真剣にクリアしにいってるがゆえの沈黙ですんで、こう皆さんも参加していただけるとね。そうね。一緒にいる感じでよろしくお願いしますね。じゃまずトイレから行くか。そうですね。トイレからあびっくりしたリアル。あ違う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 そんなリアでめてなるほどね。はいやっていきましょう。右右右上右上。 トイレなんかいるべとお伝い、誰か。確認する人そこいない。ここが女子トイレ、子トイレいない。トイレいないんだって、そんな不思議かね。で、ここに誰かベッドのとこにいる。ベッド宿舎みたいなとこだな。あとはいない。いや、ここ今映ってるから、あと上の部屋かな。会議室みたいなところがありますね。そこは誰もいない。いない。こい、何した社長室みたいな。社長室。小会議室、取り調べ室みたいな。あそこにいるわ。 えーどうしようその取り調べし…<構>あ、外はあ,あ、外もあるんだ。いないのか。結構人数が足りてないね。後からぞろぞろ来るタイプだろうね。ね全然いないわ。どうしようか。まあ、会話してるところから聞く。いや、でもなぁ、絶対、まあん最初はミスリードだと思うんだよな、そこなぁ。その下から行こうぜ、その下の会議室のところから。下の会議室ああ。こいつから行こう。オッケーいきます。はい。6分55秒ですね。はい。 チョッとケイトニューシングドキジョンとチうち主カイしてくれればいいつってんのに、なんでこんなとこまで連れてくんだ ?Hanza よみのがすわけにはいきません。コレダカラミナラ刑事は嫌なんだよ。見習ライケーパトロールで、なっちゃって。静かにあなたにはアナの許可がおりました。後で迎えが来ます。俺はいいけどさ。 携帯の持ち主は急いでたみてえだし人の商売邪魔したらクレームが来るかもよどこか,から声がするええどうぞ受付の方にあなたから許可証をもらってくるようにと急いでいるので先に携帯を返していただきたいのです 取り調べはその後でお願いできませんかわかりましたすぐ終わりますから保釈の準備ができましたここにサインを携帯電話を盗んだだけでこんな大ごとになるとはね盗んじゃダメだろかいたよ帰っていいの結構ですでは受付まで一緒に行きましょう 追うか。そうね。まあこの犯罪者、携帯の済んだ犯罪者と取り調べをしてる新人警察官。そうね。勇さん <laughs> やっと来てくれたですね。勇者さ,さん、私がサインしますから、携帯をこちらの方に。堺さん、もう一台あるのですが、右上かな <laughs> これがさそれとトイレはどちらに中に入って左。いや、すみませんね、刑事さん。うちのがゴ <laughs> 人は,あなたです、ね、ではここにサインを。もうこんなことはさせないように。それはもうじゃあ。<laughs> あ <laughs>

早送るか。なかなか喋んないなこれって,って。これってよしっと。で。どういうことだ。さっき大鳥ホテルであいつが外をうろついてたから、携帯をすってやったら。まさか後ろに女刑事がいたとは。アホか。何度も言わさんな。携帯なんか盗んでどうする。それが金になるか。 きりも積もればって。うるせえ。殴ってんのかな。こんなのが俺の構文とは。よし、いいこと教えてやる。これ、さっきバスで盗んだ携帯な。ああ、結局盗んだんだ <laughs>。こんなの千円でも売れないっすよ。<laughs> あんな説教しといて、よくこんなの盗みましたね。<laughs> うるせえ。見とけ。電話かけてる。 もしもしおばあちゃん俺俺詐欺だそうそう俺だよ俺俺だよ俺実は今警察署にいてさうん俺仕事で大きな取引を任されてさ社長から現金300万円が入ったカバンを預かったんだでそれを持って取引現場へ行く途中の電車で うっかり飴棚にカバンを置いたまま降りちゃって、ゴリゴリの俺を殺到会社の人に頼んで探してもらったんだけど、どうしても見つからなくてさ。このままだと取引がパーになって、俺もクビになっちゃうんだ。だから頼む100万でいいから融通してもらえないかな？ありがとう。そう取り込み先の会社の口座は後でメールするよ。うん この本は必ず返すから長いキステクレオじゃあよろしくねいけますかリュゅさん。<laughs> 見てろすぐに金が転がり込んでくるぞ口座番号送信ーこいつら小物だな爆破には関わりなさそうな感じもするけどどうなんだろうこの携帯で爆発すると思ったんだけど うん、誰来たすみませんね。大丈夫でした？ご心配なく <laughs>。怪しいこいつ。あいつの携帯盗んだんですか？え？早いな。いいか。お前は携帯の価値を理解していない。これは単なる道具じゃない。情報の端末であり入り口なんだ。つまりユーザーの。うん、まあ言ってもわかんねえか 来た、来たばあちゃん、これから出かけるってよ一丁上がりすげえたった一本の電話で大ボけだほら、さっき吸った携帯これで練習してみなはいあ、帰ってきたいや、別のすかアドレス帳に電話番号一個しかないっすよお？ そこにかけたら爆発みたいなかけてるうわ爆発した、はあオッケー、ー起爆されたのこいつだけどこいつ名前が出てないんだよな まあ、雰囲気チか人だと思うんだよ、ね。そうだね、チか人だよね。竜の古文だから。チか人が起爆させたのは間違いないわ。で,でもこれミスリードの可能性もあるよ。タイミングたまたま重なった可能性あるじゃないそんなことある電話番号1個しか入ってないやつで。まあ、まあ、ちょっとミスリードすぎだね。なオッケーオッケーオッケー。で、どうしよっか。えー、っと、じゃあ次は、うーん、出てったやつ。最初から中にいるやつ。 あのベッドで寝てるやつか。ベッドで寝てるやつ行く。うーん。じゃあ今度こいつの物語で。<laughs> オッケー。指揮だ。指きだね。寝てるのか。龍 <laughs> が入ってきた。 一生寝てるなこいつずっとちょっといいよみたいったらわかるでしょこう見ると結構移動してるね一 <noise> 人トイレ行くやつもいるのか <noise> こいつどんだけ寝とる出てこないこいつもしかしてえ寝て終わり ちょっと電話か,かってきた4分36秒<ー>誰の電話だろう、えー、やっと起きたよこいつここはどこだいん、えー、<laughs> 警察かこれあれかなんか拘置所みたいな感じかああ牢屋なのかなこのみあみたいな奥にトイレあるもんねえあうっ<ー> 急にあ<ー> <laughs> 大事な電話忘れちゃったおい誰かああ、牢屋だ返事すれよ、オラ <laughs> ガラ割る <laughs> 誰が来てたんだろう静かにしてくださいさっきのか小娘、<laughs> ここから出せ さ、ここで取り調べしてたですよね。うん、ただの酔っ払いを逮捕したんだ。ろしああ、そう、早くあげる。わかりました。もうこんなに飲んではダメですよ。そんな飲んでねえのに。酔っ払っただけで。なんでこんな酔ったんだ。んううん捕まっちゃったんだ。そう言うんです。ああ、まあ、一応ね、この娘が。 なんで、歩きするやな、ええ。義足がやけに。義足。義足だ、ね。一旦義足だね。足もそんな状態なんですから。お酒は控えて。義足つけてこいよ。釈放の手続きをしますよ。義足って名前があんの。あ、本当だ。うん、義足。<laughs> <laughs> 最初にそれ、俺目に入ったわ。義足。うん これ、このルート爆発しちゃうけど大丈夫これうわ死にすぎでしょお<ー>死にすぎでしょここなんだえで、ー、義足ほぼ関係ないかな<分>雰囲気関係ないよねカラス消された <laughs> 消された説もあるね。まあ、今のところ義足は全く関係なさそうには見えるけど。うん、他の人との話の。いいえ。あるじゃない,い。どこ行くかなー。うわー、結構死んだなー。ね、あんなにいると思わなかった。受付行くいい。受付。いいよオッケー。恐れいります。私の携帯を返していただきたいのですが。があこれ盗まれた人だ。名前は。 白川カワキと申します。白川清ちょっと待ってろ、マテね。窃盗 <laughs> 事件の証拠品か。なら、返却には手続きが必要だ。自分の携帯を返してもらうのに、手続きが必要なのですか、うん、お前をここへ連れてきたのは、そいつの教科書が必要だ。熊沢さんの教科書です、ね。こんな熊沢だこれ。じゃあ。

あなたから許可証をもらってくるようにとは,はいはいまあじゃあ白川を追うか先に携帯を返していただきたいのですそうね取り調べはその後でお願いできませんかこいつ一般人だったのがよくこのとこ入ってこれたなすすぐ終わりままからの準備がでできしたここにサインをを携帯電話盗んだだけ目の前に目の前に犯人いるけど おついたよこの態度でお帰っていいのお、ね、結構ですでは受付まで一緒に行きましょう熊沢さん死んじゃうのかこれどここれ一旦受付おつ<あ>こ,こいつら受付白川,白川もおう白川をおやっと来てくれたんですねここは聞いてあるのさっきのちょっとっ、ね、そうだねおつどうぞよろしくおつささん 私がサインしますから。上エサカイトラのほう、これがサカイ。サカイどれだ。すみません。もう一台あるのですが。二台もう一度、ケーキがいい。それとトイレはどちらにトイレコ。なかに入って、左。いや、すみません、ね刑事さん。確かに、このタイミングでトイレ行くやついたな。そう。 あ、少しそれ違いね変な音出てこないよなブリブリとかやめてよ <laughs> <laughs> 外じゃないもうちょっと上の方じゃないか聞ける位置が微妙だよね分かんないねまあ、なんか電話する様子もない普通にトイレしてる感じだないいよなんかあると思うけどな,なんかタイミングを見計らってんじゃないのちょっと送るかしかも2台持ちだしな ブリブリって。やめて。電話,電話だ。よかった。三時十三分、三時十分電話。もっかい電話。三時二十二分。よりによってこんな時に。よりによってこんめちゃんとついたんだろうな。怪しいなこいつ。うん。 いいや、こいつの携帯用は間違いないと思うけどね。う,ーんうん。ほう、また。マザーが結構行ったり来たりしてんな。そうだね。えは、ー。着信があるだけだな。 着信があるのかな、これかけてるんじゃなくてかけてるけど出ないのかなうーん義足かなこれああ<ー>、ぽいよねタイミング的にそうだこうなってたんだずっとうんで大事な手は忘れちまったって義足が言ってたんだあー流した義足起きた 義足が出なくて困ってんのか確かに何回も義足にはコールがあったあ<ー>このタイミングじゃある、ねうんどこ行くんだろうこいつも死ぬか違う死ぬならでも犯人ではないよないやでもタイミングがああ<ー>、うん、こいつのタイミングじゃないからたまたま、ね、はい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 すみませんね大丈夫でした ご心配なくご心配なくすごいな携帯にまれてでいいですよええ奥で奥で奥で来るかねもう来たよ帰ってきた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 帰って帰ってきた帰ってきたのは白川なのそうだよそうだよ盗まれたこと気づいて帰ってきたでなるほど取り返した携帯をまたここで取られちゃってでそれを今竜に渡してお前やってみろっつって たぶんだ、マキコマリティのシラカンマキコマリティのタブン。ハンニーのニー、マ巻き込リティのタブ、うん、そう。まあ、フィンギー、キバクのタノア、リュージャネコイツコブン、コブン、古文たキたクタ。来た来たすみません、私のケタユだマセンティスタカにしてんのか。また、落としたしまった、で。うわデ。 なるほど、白河は生きてんのね。はあ。えー、誰だろうな。まあ、白河は犯人寄りだよね。まあ、犯人寄り、爆弾持ち込んだ寄りではある、うん。まあ、持ち込んだかどうか分かんないけど、まあ、していや、持ち込んだでいいでしょう。しね、持ち込んだで、で、起爆しちゃったっていう、まあ、一応ね。はい,はいはいはい。で、あとどこにいるんだ会議室だっけあ違うか、あとから来て、会議室入ってくのか。じゃあ、あと<ー>から来たなんか変な。 警察署長みたいなの追うか。オッケー。だから待って、最初はそれいます。っっ最初どこ見る熊沢でも見てる。熊沢後か,から…だから、いやまあ、他にいないのか。まあ、ここに来るだけだもんね。まあ、そうな。最初の方は。だからまあ。そうだね。

ジンさんじゃないんさんそれにミチヤさんまでミチヤとジンどっち黙れクソが <laughs> ここどこだと思ってやがるいそこの人相当あるやつなのこついてこいつ財布と携帯それにポケットの中身も全部机の上に出せサーカイこれは交通事故だこのまま取り調べる <laughs>、はあ、そらなるほどセキさんはジンとミチヤの交通事故を いつられるかあいつらもちょっと聞いてないから、まあ、気にしうこう。いつらの話気になるなジントミチアなセクサンサーあらただのコツジゴダイオ。ココニクルスよあら、キャンケほら、時間がいん関係長 <laughs> 確かに。うちのミチアさんにケチつチてんなよ、こら黙る これは警察の仕事だけのんだドンでね兄貴は忙しいんだからここまでやるわけねえだろお前ちょっと来いここでおとなしく待ってろ。うわーどっち行くかなこれ待っとこ待っとこ待っとこジンを連れて関さんはこっちかなそうだね食べそうだね、うん いや俺気になる、こいつなんか喋んじゃんえの電話来るでしょひいや、鳴<れ>ってるなんかついてねえなもうすぐ時間だってのにもうすぐ時間47秒爆発の時間のことなのかねうわ、<川>こいつも電話してんのいや、偽足ではない、この電話相手は多分だけど 俺だ誰かと話してる今、お前の家にいるんだがお前の、ね、お前はちょっと会議がしたい3分20秒ぐらいか今んとこ誰も出てきてなくね名前は <laughs> お嬢ちゃん <laughs> 新米だな。熊沢君。ここはもういい。ね、あとは私が。松岡かな。しかし。関係長に。いいんだ。わかりました。かわいそうんー。松岡係長っぽいけど。っぽいよね。うん、私のオフィス。お前の家にいる。私のオフィスで。こっちか。

警察署に勢ぞろいとはな。あの二人に妙な動きは。八はおとなしくしているな。ほう。どこに八？<laughs> わかんない。あの田抜き親父め。親父。義足は。そっちは捕まえたというか拾った。義足ね。ああ。拾っただと。 警察に向かった大鳥ホテルで酔いつぶれてたそこを逮捕したんだ義足のやつそんなに早くかしいな組長が何か言ったのか他には誰も見てないが組長というのはどんなカをかけても無駄だぜ組長の顔知ってるな俺たち3人 幹部だけだ。幹部か。それがカラスからすだろ。<laughs> 慎重な方なのさ。熊沢だな。いや、そんなつもりでは、うん。だが妙だ。義足とは何度も飲んだが酔った姿は見たことがない。うん、気になるね。まあ漏られたかな。飲みすぎたんだ。 おつ松尾か置いとこうか行ったおつまあほぼこれだよね <laughs> これで海山だったらおけ今考えても仕方ないか俺は組長のところへ行くからあの二人を見張っておけ今日が勝負なんだからよおつみ行くかこれわかった外まで送ろうおあーでもダメだめだこれ巻き込まれるんだこいつらもバンかーうわ義足じゃんってなってんのかなじゃ 多分なん何かいたの確かここで入ってないわ黙る。今度はコー執行妨害ボやショッピング<る>なんでして何でここにあうんいやー <laughs> わかんないよこれまだ幹部三人じゃあ<俺>これ<の>白川幹部じゃないこれ。 携帯を持ってたってことは<ー>白河が幹部なんじゃない幹部、えー、なのかなまあでも白河は次はまあ後から入ってくる、えー、組ではあるかなあとないないんだよねあとねそうだね。そんなにいなかったもんね。じゃあ今度こっち追ってみよっか。今さっき残ったけど。いないんだよなこれしかない。竜が来たんでしょ、まあ うちのネズミをどうにかっつってで関係長が仁と道ヤを交通事故で連れてきたああ連れてきたけどこの時なんかどっかで侵入されたりしてない逆に <laughs> 侵入ねああ急にてかハチがいねえんだよおとなしくしてるはずのハチが下とかいねえのかないないよね全然いねえハチがこの間時間止まるんだ<ー>うーんそうね

カラスが現れましたお何乙待て乙未知家のところへ誰かをやって落ち着かせてから話の続きをしようこれ熊沢が行かせるんだ乙や<ン>味方かそうだ人ちと乙乙乙乙乙会議室へ行ってあいつを落ち着かせろ、うん、あなるほどね人乙喋んないかなさすがにかまああそこの会話別にいいだと思うんだよな乙うん乙熊沢と関係長の会話は、うん、でうわ 敵同士な、ね、いと。道、う、屋、ん、の足止めはできた。うんうん、だが事故の捜査という程での長話は難しい。手短に報告しろ。人はこれ潜入だな。チヤを長くは待たせておけない。担当直入にいます。はい。カラスはご存知ですね。噂なら聞いているが所詮は噂だ。信じられない話も多い。あいつの正体を突き止めるため、2年潜ってきましたか。 噂は真実です。カラスは金が貯まると仲間を消す。そして新しい名前で違う場所へ現れます。2年前の客船爆破事件も、<お>やつが自分の仲間をカシノ船に集め、携帯で爆弾を起爆させたんです。はい,はいはいはい。この事件で相当な数の暴力団幹部がやられた。その後の捜査によれば、カラスの顔を知っていた連中は全員死んだそうです。 とんでもない奴だな。<か>誰もあいつの顔を知らないわけだ。<laughs> 残念ながらカラスの顔は分かりません。だが、過去の事件から推測して、今夜は奴にとって絶好のチャンスです。カラス白川かの気を逃すとは思えない。ね、理由は2つ。1つは前の事件から2年が経ち、資金が貯まったこと。もう1つは？ この2年でヤツの顔を知る者が増えたということです。今夜、大鳥ホテルには新しい組長を決めるために幹部が一堂に会する。一網打尽を狙うカラスにはまたとないチャンスです。ミチアが焦っているのはそのせいか今夜の席に姿を見せなければ新しい組長に選ばれることもない。同様に。 他の幹部連中も大鳥ホテルへ向かっているはずですカラスはこのチャンスを見逃さないでしょうミチヤがカラスという可能性はわかりません <laughs> 今の段階で特定するのは難しいかとその時になってみないと答えはわからんかよしお前はミチヤといけ俺は後から行くでは 自分が声を出したらドアを開けてください。芝居するのかな？<laughs> なるほど。ああの調子に乗んなポリコがちょっと擦っただけだろ。それなのに飲酒運転だなんだってうるせんだよ。飲んでねえんだから。何度検査しても無駄だボ あああれ待って下に入ってる2人誰これいつ来たんだこれ誰、ね、えこれがまあハチと犬山登るなんだと思うけどあれえ下に行ったの誰だこれ追ってみるかあちょっとその部屋いてよいつ入ってきたそんなやつらあー理由もあスタートしてああスタートしてえ いつ入ってきたの,いつの間にか下にいるんだよね、うん、でもまあ丸が121あの後かもちょっと入り口行ってでも入り口いたよな素人かなどのタイミングで下に入ったか大きから…かか <laughs> どっから来てるのか、まずおかしい人いるんだ。どれこれはこれは、岡ツオガにリジョニこれリューモソン、これでなんこれが八か、消去法でいくと一旦いよいとこが。誰だ、こんな時きに。いや、まず、コイを取り調べきです。 私はちょっと電話に。了解。そこのお前。<laughs> ポケットの中のものを全部机の上に出せ。あれ松岡。ダイヤ財布もだ。俺ら携帯。ボディーチェックも恐るんかそれは松岡係長が調べたから。はい。入って。出たら返してやるよ。よしっこ。ああ。みちやさん。みちやさん。みちやさん。ゃいいのかよ。酒入 ああ海上マッチーくんだまあちょっと一旦八位であそこ何話してんだろうなちょっとここ気になるな詳しいことは後であっあ場で待たすとけはいここのさんですがいのいやあれだよあの道也とどんな事件ですか交通事故だが叩けほうは出るだろうとにかくあいつに余計なことは蹴取らせずその場で待たすとけはいそれと今日こそ カラスが現れるかもしれん。<う>全員気を引き締めろカラスがそうだ。詳しいことは後で知らせる。ハチ、まあ、<う>さん。どうなったるんや理由もなしに人をと捕まえて。今日になって松岡係長が大鳥通りで非常線を張るって言い出したんです。ん<ー>まさかハチさんを捕まえちゃうとは。 でも今日は何か変で h a t を捕まえる前にも、大鳥ホテルで酔っ払いを逮捕してました。マダトリシ調べ室で寝てるんじゃないかと。h a t s i k ホテル。ミチ偶然か人家。そのは酔っ払い外見はすごい汚くてあと、足が不自由っぽいです。 もしかして、左足が義足で、右目のあたりに、傷跡が正解知り合いですかまあな。なるほど。ミチヤのお仕業か。あの酔っ払いと、ミチヤさんに関係が今朝、組長が急に後継者を選ぶ、言い出してな。ああ、ミチヤが持ったか。候補は。 お、うん、い。や、でも、ミチアが。義足の三人だけ。これが幹部か。ミチアが前にと。誰か。ミチア義足8。八。義足の三人だけ。メチアが松岡をつこうて。俺と義足を捕まえたのは。後継者争いから脱落させるためやろ。義足って、そんなに偉いんですか。 のいつのは足は組長からのおくりもんや。<noise> なんせ組長ちをかばって打たれたんやさかいな。で他に言うとくことは。早うホテルに行かなまずいことになる。えっとさっき関係長がカラスが現れたって。 カラスほんまか関係長の情報ですからカラスご存知です裏での噂はなまとまった金を手に入れたら正体を隠すために仲間を皆殺しにするんやってそやさかい今でも奴の顔を知ってるもんはおらへんらしいで 本当ですかまさか、ハチさんがその。もしはイが殺すなら、まっ先にお前を殺すわ。ああただの噂やおなそろそろ、出してもらおうか。松岡係長には何て心配すんな。おいが何とかする。おいが何とかする。 行くで。黙る。今度は公務執行妨害やショッピング<れ>。なんでここに？一応多分人は全部合ってると思うんだ。あー合ってるね。てかえっとじゃあ道央と道み道矢<代>か道やと、うん、松岡の電話が聞きたいからあの来たところね。うん、どっちどっちしてね聞く。いや,ち、ね、いや道矢さっき聞いたから。 じゃあここで聞こう。うん、龍が来た来た交通違反で捕まったやつがね。龍、ずっといるな。OK。で、来た。うん。

まあさっきのあれかなんて言ったっけお前の家にいるんだがなんだっけさっきのちょっとみちやの会話もう一回聞いていい戻して <laughs> じゃなんだっけ <laughs> お前の家にいるよってやつだねちょっと会議がしたい会議がしたいっつったんだ俺だ 今、お前の家にいるんだが、<今>会議がしたい。お前は今帰ってきたところだが、うん、ちょっと会議がしたい。なるほどね。ちょっとあの部屋での会話もっか聞きたいな、ちょっとこっちね。うん、で、熊沢が来たのは関係長の、そう言われてきて、関係長ね。で、関係長、うん。 が送ったんだけど、松岡がもういいお前下がれよっつって下がらして、ここに二人で来るんだ、ね。そこはまあい,いでしょう座って。なぜ捕まったジン<ー>が車をパトカーにぶつけたもんで、席に捕まっちゃった。席に、はい、な。コリア、ウラガとマネカー。せきに、何かに完全に。 ハチトギソクワコチデウォサイタ。だ心配は,無用だはいはい。ケースはシュニとーゾーとイトあの二人に妙な動きは。八はおとなしてるな。っチワオトナスクしているな。ハチワオトナスクしているな。ハチワオトナスクしてるな。ハチワオトナスクしてる うーん、お話か拾っただと偵察に向かった大鳥ホテルで酔いつぶれてた、うん、そこを逮捕したんだ偽足のやつ、そんなに早くあ、まあ、ま、ああったあったちょっとさ、<い>白川のさ、電話鳴ってるよねうん白川の電話が、ち戻して白川に電話かけてる人をちょっと確定させたいな このタイミングってことでしょ<い>やっぱ義足なのかなもっと前だよねもっと前だなこ,ここだよねケー <noise>、OK、かけてるわ。 ああ白川義足だと思うけどなうんおつ<っ>ちょ、さえー、っとー、坂井志郎ちょっとずっと追うか、一回あ,<ー>あとここに爆弾設置したの誰だろうね、ここにいりゃわかんのかね設置お、あ,あのジジイの携帯、なりっぱなしでうるさいなおもうちょっと最初から聞くかうんここうんおつおそれいります

できる男なんだろう。自分で聞いたらどうだ。いつ出られるか聞いてもらえませんかね。お前できる男なんだろう。自分で聞いたらどうだ。出てきた。劉さん、ね。はじめまして、九時さん。俺は劉ってもんで、どうぞよろしく。サカさん、私がサインしますから。

もうこんなことはさせないように。そりゃもうじゃあ。<laughs> あまよ。あまよーい。これはこれは。松岡係長に犬山さんまで。もうお疲れ様です。黙れ。黙れ。<ー>誰だこんな時に。えー、ここでミチャド電話しに行く。犬山君。こいつを取り調べし。私はちょっと電話に。了解。そこの前。 ポケットの中のものを全部机の上に出せ。はい、うん。まあ、ったんや携帯や財布もだ。俺らの携帯。ボディーチェックもするんだ。それは松岡係長が調べたから。はい、入って。そう<ー>。ぶたら返してやるよ。みちやさん。じゃああのジジイの携帯って八の携帯の可能性があるのか。ポイね、多分ぽいね。帰ってきたところだ。何か。 まあここは行くだけ、うん。この辺だね。まだ、あ、かえ。結構音だな。ご本音ジェン。分ね、あのじじいの携帯。りっぱなしでうるさいな。多分チの携帯だよな。足 ぽいね、白も、じゃな。うー、んうん、わかんない。白川かもなと思うけどね。白川のもう一個の携帯どこ行ってんだまだ持ってるとかもうわかんないけどね。飛ばしてみようか。この後はもうしゃべらないか。<ー>いい、早くね。うん。 またかえ冗談かえって5分ぐらいだったからその時の電話もしかけてたしな、まあ誰だ,だ,だろうバカにしてもおとしなかえ 5, ?5 分ぐらいになってる携帯でそのタイミングでかけてるのは誰か ここだよね。ここだね。五分。五分か。まあ、ここは関係ないけど。熊沢。熊沢かけてないな。下もかけてるはずないもんね。違うもんね。うん、ちょ、熊沢一旦ちょっとずっと。あ、花もないか。熊沢かわいそうな。 やつかな新人ただの新人、うん、かわいそうな誰だ5分にかけてるやつだ8の携帯にかけてるやつ5分でしょ、うん、白川かけてるわかけてるわチだねこれチの携帯だこれ 誰も出ないんだね、白川の電話には。白川が義足とチの携帯にかけてるよね。うん、じゃあ。5分のが 8, こ8こ。こっからが8でしょじゃあ、この前な。もっと前戻しいいよ。戻する前まで。オッケー何4分20秒だね。 四分半。四分半ね。ちょっと義足にって分半が。うわ、4分半なんだ。ちょっと戻,戻して。あ,あ、これは白川が義足にかけてて、で、白川が五分から八にかけてる,、まあ、けてるんだ、うん、これ白川カラスじゃないさすがに。でも爆弾持ち込んだのも白川になるけどね。 爆弾持ち込んだのか分かんないんだよねえでも白川じゃないんだ,だって爆破してんだから殺か違うのかなあカラスは幹部を殺したいんじゃん道ヤ<ー>と義足とハチを殺したいんだよね<ー>で道ヤと義足とハチを殺せてるんだよねでもとんでもないタイミングだよねネズミが <laughs> だったら龍か <laughs> 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 やってみろお前っつって このタイミングだっつっつて、まあ、タイミングを測れたのは竜しかいないってことだよねネズミにかけさしていやでもさできすぎてないこれさ竜がさ、うん、来る時の会話聞かんそうしようもしかしたら俺がカラスだって言うてそんな <laughs> どうも俺がカラスですって言ああ<ー> <laughs> 歩いてくるかもしんない今竜いたん、ね、もうちょいとねあそ,うねそこだね俺がカラスだっつって

ここどこだと思ってやがるい、ね、おのそこの二人財布と携帯それにポケットの中身も全部机の上に出せ <laughs> てかーツコ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 ーツ 白河のトイレの独白もう一回聞いていいなんかさこんな時に限ってみたいな感じだなっかいつかねだからさ電話に出ないだからここにいることを白河は知らないんじゃないのこいつらがはい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 だからそれで困ってんだよこうだって見てないでしょでここに竜がいるのは見てるけど陣道は見てない義足も知らないでしょだから義足とか陣に電話をかけようとしてるんだけどやっぱ白河がカラスじゃねえのか いや、トイレでいい、トトイイレレのいそっか、知らないんだみんないるのもう一台あるのですがもう一台あるのですがそれとトイレは爆弾用の携帯と自分の携帯だななうそうそうそうトイレの独白ちょっともう一回今いろいろ知った上でもう一回聞きたいね ここもちょうどあえてないんだよね本当だうだ、ん、じゃあ人がいること義足がいることハチがいること知らないと、うん、でもこいつら殺したい、うん、で全然電話出ないな本当は呼び出して殺したいのにどこにいんのもうまとまりにいました2人 <laughs> とも <laughs> そうじゃないかなじゃあ図らずともこいつもう大ラッキーで目標をは果たしたってことそうだと思うんだよねなんか喋ったね今ね電話でドゥルドゥルってかかった 待って今もうこれ誰にかけてるそう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 ,そう,そう白い円から出てあ3分6秒誰かにかけてるはこれ8 8ミチやかな違うチやじゃなくて8キソ3 3 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 でも出てないんだよね、とりあえずどっちにしろね。そうだね。ここはここだね。さすがにそうだね。ちょっとしらかもっかもっかもっかもかもか。ちょっと戻して。これ何だ今のこれ電話中かな だからカラスはミチヤと義足とハチを殺したいわけでしょ。うんうん、で、ここでミチヤにかけたんだけど、ミチヤは松岡係長に電話してたから電話中だった。ったで、はあ、4分半には、えーと、どっちだっけえっと、義足にかけるのか。義足が3分半ぐらいじゃなかったっけ ?4 分半だっけ ?4 分半だかにかけるんだけど、義足は寝てた。3分半ぐらい。よりによってこんな時に。よりによってこんな時に。 やちゃんと着いたんだろうなホテルに着いたのかってことかまあ、ホテルかここかだねうんご心配なくわ、まあ、こいつカラスだろススだ、ね、うーんでも持ち込んだのもこいつってことになるけどねそうしたらちょっとそれで行ってみる持ち込み持ち込み持ち込み白河、うん、カラス白河起爆ネズミ,ネズミじゃない行ってみるかあ 多いけどなぁでも2人同じ答えってのはなかなかね <laughs> まあわかるよ<ー> <laughs> <ー>多分これだって2問合ってると思うんだ持ち込んでんのは多分ワンチャン違う、まあ、いやまあワンチャンカラスは白川を使ってみたいな感じなんじゃないかと思うんだよね、うん、なるほどねカラスではないとこれ松<尾>なんとりあえず何個合ってると思う俺正直カラスは松岡だと思うわ、うん、あなるほどじゃあ,あ<ー>起爆しか合ってないっていう意味 まあ上二つだねあってんのねああ上二つで2個か <あー S> 2> なるほどねえああそうだよね正解とじゃあ松岡カラスにしてみてあ <っ S 1> あまあまあいいんだいいんだそれは回答すればいい松岡があ松岡カラスだと思う 減ったえ待って、減った減ったってことは、カラスはカラスは白川であってる、爆弾持ち込んだの別ってこと別だね。え、だ<こ>どうえ、どういうことえ、爆弾を持ち込んだのは誰かえ、ここで爆発するんだよね。もうここるべ、春ルベお、それ、 いやなんでよ、うん、これさ、うん、ここに爆弾があったんじゃなくて誰かが持ってるんだこれだなるほどあ誰かが持ってるんだこれ <laughs> でもちろんウネズミは絶対外れる酒井志郎も外れるでしょ、うん、白川も外れて <laughs> だからもう誰か、うん、誰かだどれかだ8義足道合以外だよね、うん、多分そ、うん、んなことないのかそうとも限らないのかうーんだってカラスで,で電話でしょだからスマホが爆発したと思うんだよああうんあ<ー>

え、でも違うかないや、スマホ爆発はかなり濃厚な線だと思うあースマホを使ってない人結構使ってないんだよな。犬山も使ってないだろうし現場にい人人な、現場にいる人関係長も使ってないよ、ー、ま、ム、ね、<laughs> バニル人はゲームバニル人はゲームバニル人はゲー 義足中心っぽいよね。義足か道ヤだね、これね。中心で言うと。義足道ヤ人。殺したい幹部。<ー>勢ぞろいだ。そうね、そこっぽいよね。まあ、ハチがちょっと離れてるか違うか。震源地で震、ね、<laughs> 源地で判断するに。まあ、義足の可能性はかなり高いよね。うん、義足でやってみん。スマホ持ってたから。<laughs> 持ち込んだっていうか、その。 もなんつの気づかず持たされてたみたいなあーなるほど<ー>いや違うとどうなんだろう義足なのかな <laughs> 義足なんだまあ、義足が唯一持ってるからねスマホをね分まだれてた。持たされてたんだ 義足は爆発するやつを持ち込んだってか持ち込まされただね義足の中に入ってんのか<ー>スマホじゃなくてそれか義足がやけに表 <laughs> いやちょっと分からんすねちょっと分からんっすねそっちか <laughs> じゃちょっと的外れだけで当てちゃったわ 偽装が爆発するんだ。確かに何か言ってたなそんなこと。モテやって。うーん爆弾入ったら重えわな。うんすみませんね。大丈夫でした？え、これカラス超ラッキーもう本当にそう。ウルトララッキーで、うん、やれたんだ。

ああで大鳥大鳥ホテルにいるはずだったんだ義足も大鳥ホテルにねまさかそうだね全部偶然だねこれねすいませんねザルでまさか義足に爆弾がやはりあなたが我々の探している人物かもしれないわね 次の絵は、ある劇場よ、はあ、まあということでございます。殺人事件かな次はね。これすごそうだな。どんどん難しくなるらしいからね。ああ見るだけ見るか。そうですね。ああどんな。あ,あ,あ,あそんなでも。いやー、ああでも部屋ごとよ、これ絶対。<laughs> 絶対部屋ごと。 まあまあ人数的にはさっきメガネメガネもいてユキの死の死亡者は誰かメー死ぬ幽霊メール送ったのは誰か幽霊メールの指示に従いユキに復讐したのは誰かなるほどねまこんな感じだとじゃあまた高評価が1000続いたらこの事件を解決してみせましょういやむず無なむな えだって爆弾持ち込んだのってさ、いい義足がやけに重いぞっていうとこだけ,でそうそれだ,けだね。ああ、そこだね。い,い, <laughs> いやー、むずいね。あ,あそこちょっと聞き飛ばしちゃったわ。か確かにもともとだから大鳥ホテルに集まるはずだったっていうところがミソだね。だここで殺そうとしてないんだよ。はは、ね、はいいい で、ホテルで刷られちゃったんだ、あいつも。刷られちゃって、警察署来たら、たまたま殺したやつが全員いて、しかも、義足、爆弾仕掛けたら義足もそこにいて、そう、爆発しちゃった。で、あいつはギリギリ横にいたからセーフ。だからなんか、ワンチャン怪しまれて、カラスもこれで終わりかもしれないね。カラスも。まあでも偶然すぎるな。まあ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 。ということでございました。はい。 では今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました